こんにちは、ドクターネックスです。今回は、秋葉原パセラより、オフ会最中に俺が千年系千編いちごが出るまでガチャ回します。イエーイ。今は持ち玉が864だけども、ここにいっぱい隠し玉があるから結構隠し玉あるから、まあまあまあ、もうね、いやもう全然短くていいよ。これは甲賀は持ってて宇野花さん持ってない状態、3分の2持ってない状態で上下左バツ。いやーもうさ、10年でデジになってほんとね、もうなんか面白くなくてごめんね。おお、いざという時は私たちがしっかりしなくてはなりませんからね。いやいやいや、まあ強いしね。いや、まさか2枚抜きが来るとはね、思わなかったよね。でも 1% よく当てたな今。そうだよ、俺を舐めた目で見やがるやつは一人残らず叩き潰す。でかい画面で見るとなんか迫力あるね。から沼るのか、それともあっさりイチゴが出るのか。毎回あと何枚かって分かんなくなるんだよね。さあ、とりあえず宇野花さんゲッツ。あ、そうか、俺さ、キャラがほんといっぱいで、あの全キャラ一個ずつ残してるんだけど、そうすると本当にもうパンパンなんだよね。もしかして俺毎回これやんなきゃダメかな。残しときたいんだよ。20連ぐらいいっぺんに引けるようにしたい。いやー、どうすっかな。いっぱい覚醒用になんか面倒くさくないように撮ってるんだけど、要はここら辺使っちゃえばいいだけなんだけどさ。お花さんで、あれ、これ誰の時用に使うのかな、この力うのかって覚えてねえの。これにイサネか、あと3枚ぐらい使って20連引けるようにしたい。ちょいっと。よし、行くぜ。無欲。マジか。いつも俺そのキャラが喋るときは黙ってるはずなのに声が出てしまった。それが僕の貧乏さ。いや、出たね。いともたやすく。アランカルクイーンセイルフォルトグランツだ。久々に全部星音の音声も聞いてる。いつもイライラして飛ばしちゃうけど。20連で持ってないキャラ2キャラとか相当当たりじゃない？当たりですよ。袖の白雪。いやー、これはうまいな。千年イチゴは別に必殺アルゼレベル上げるキャラでもないし。でもさ、俺通常特化にするよりは、俺まだ持ってない状態での話で、通常特化にするよりは両方いけるようにしたらいいんじゃないかなって思うのは、
どうですかね、皆さんどう思いますかね。なんかいや弱い月賀十字章を見たくないのよ俺は。そこは強いイチゴであってほしいっていう。動画の尺的には全然あるからちょっと今すぐ上げてしまう。どうするよこれ。このノリで今いる人で持ってない人引いちゃう？いやーでもすげえな、やっぱオフ会の時に俺引きいいな。あの前回のねあの時も2周年イチゴバンバン引いて、そうあの前さそのこうやって一括にできるようにしますみたいにクラブの放送で言ってたんだけどね。そうあの検討しますみたいな、間違えた、言ってたんだけど、いやこれは別に全然できていいよね、一個一個上げなくてもさ。これでなんで今必死に上げやってるかっていうと、あのイチゴの覚醒素材を早くね消費したいの。そうしないと本当にパンパンで、いやーあっさり出たわ。ケチいからさ毎回こうやってやりますね。やる。よし。そしたら。はい、オフ会会場で録画したものが途中で動画が止まってしまったんで再度帰宅後撮り直しております。千年剣戦編1号、まずはチャピ済みでね、僕ねチャッピーなんか合うものがなんかなくて番傘にしてみました。で通常さあルキアがどれほどサクッと倒せるか。助けに来たぞ。月が天使。まあ今回は紹介動画とは違うんで。またイチゴの紹介をね改めて撮ろうと思う。あーれー、ケツが天使、黙れ。ケツが天使、ケツが天使。その僕の中でイチゴは通常特化だけじゃなくて冷圧残しもいいんじゃないかという実験なんですけど、月が天使、黙れ。月が天使すげえ吹っ飛ぶな。そりゃグループバトルで嫌われるわけだわ。月が天使、黙れ。
冷圧をぶち込んで叩き起こしたい奴がいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。それで防御成果俺は俺自身で戦う。ありがとう残月。さあこのバージョンと助けに来たぜ。あれ？なんで技の転身体がここにないんだ？なんだ？なんか俺も？ん？なんでないんだ？なんでロックが解除されてんだ？びっくりしたわー。アレンジ例えばね、そのリンクスロット解放したらこんな感じかなみたいな。ちょっとやっちゃおうかな。そんな使わないだろうけど。さあ冷圧を残したイチゴ。助けに来たぜ月が天使。危ない危ねえ。そう俺オフ会の時も撮って思ったのが、月牙十字章がこれ冷圧特化にしても残念ながらそんなにダメージが出ない。ザコも一発で倒せるレベルではない。この、強鬼は若干移動するんですね。まあ月牙天章、月牙十字章バンバン打つのは気持ちいいですけどね。月牙天章やべえ。シムシム。黙れ。月牙天使。月牙天使。負け競争台でね、完全に体力が全然ないんで。月牙天使。黙れ。月牙天使。黙れ。月牙天使。冷圧をぶち込んで叩き起こしたい奴がいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。
さすがに一撃でいけるか。レベル1でも。俺は俺自身で戦う。ありがとう、ザンギス。はい、というわけで、助けに来たぜ。まあ、またあの紹介するんですけど、あんたもあいつもきっとどっちも残月なんだ。はい、また今度紹介しますけど、今回はこんな感じでレベル200にしました。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。